おい、みんな。一体何をそんなに。バカ！お前、ドラゴンの名前を知らねえのか？あんたのお父さん、とんでもない男よ！あ？わ、ロビン。なんて説明すればいいかしら。海賊は自分から政府や海軍を襲うことはないけど、今世界政府を直接倒そうとしている力があるの。それが革命軍。その頂点に立つ男がドラゴンよ。あ、今世界中のいろんな国々でその思想が広がって、王国に反乱を招き、いくつもの国が倒れてるの。政府は当然いかに、その黒幕ドラゴンを世界最悪の犯罪者としてずっと探し回っているんだけど、彼は素性の片鱗すら全くつかめない謎の男だったのに。のに？あ、これやっぱ言っちゃうまずかったかの。いや、今のなし。